これね、ちょっと見てください。めちゃくちゃ可愛いでしょ。これね、全部手作りなんですよね。こう見たら、これ作るのってすっごい大変じゃないのかなって思うんですけど、決してそうじゃなくて、そしてこれはあかりバンクさんっていう団体さんがね、こう作っていらっしゃるんです。で、その明かりをこの病院の廊下だったりとかお届けしているんです。ご覧ください。すごいでしょ。明かりバンクの代表の橋田さんが、はい、来ていただいてます。どうぞよろしく、はい、よろしくお願いいたします。すいません、ちょっとこっち、はい、いいですか。すいません、マスクだけ。はい、そうですね、はい、すいません。なんかすごいですねっていうのもあれなんですけど、うん、こう暖かいですよね、明かりが全部ね。そうですよ、はい、あのみんなそういうふうにね言われるのは、手作りであったりとか、あとあの和紙の力であったりとか、あとはこう電球ですね。これは一応白熱電球で暖かいためのものなんで、はいはい、あんまり青っぽいとか明るすぎるものとかあんまり使わないんですね。これだいたい一つ作るのにどれぐらいかかるものです、うん、時間的には。時間的にまあ作る人によるんですけどね、はい、まあこれで3時間とか4時間とかかかるかもしれない。あ、でもそれぐらいでできるものなんですね。あの夏休みに子供さんも同じようになりますけど、はい、ちゃんとできますよ、ね、あ、そうなんですか。え、この活動、まあ、これは活動って言っていいんですか。明かりを灯す活動、明かりバンクっていうのは、はい、まあ、うちの生徒さんとかがね、はい、作った明かりを、まあ、そういう病院とか、はい、子供ホスピスとか、はい、そういうところに、まあ、届けようというような活動のことなんですよ、はい、この橋田さんがこの明かりバンクの活動をこの始めようとしたきっかけってどんなことだったんですか。あんまりかっこいい話ではないですよ。まあ、僕らがやってるのはみんなね、いいねって言ってくれるんですよ、はいはい、でもそうなんですよ。これね、僕橋田さんと一回話させてもらって、橋田さんは決していいことをガンガンしようっていうわけじゃなくて、結果それがいいことになってるんだって作ってる人に実感してもらうことがなんか大事なんだ。結果としてはね、結果としてやり始めるきっかけってね、はい、今でこそいろんなとこ、まあ、明かり、ね、届けたりして、その具体的な反応もこう分かりますけど、はい、まあ、当初何もそんなのなかったんでね、あのアイデアだけが先あって、はい、明かり届けようっていうことを思いついたんやけど、はい、なんでっていうとね、はい、こういうの見たらみんなね遊んでるって思われるんですよ。あ、そう、まあ、初め、うん、あの、まあ、遊びでいいんですよ、はい、あのそういう印象でいいんですけど、はい、これは役に立つものっていうふうにはあんま考えてないんですよ。あ、ただ僕は役に立つようにしたい、いや、あの思ってほしいし使ってほしいから、病院とか。なるほどね。みんな心がこう弱ってる時とかね、ストレス抱えてるとかいう時にあったら、これは絶対私にとって必要なものというふうになるから、そういう存在にしたかったんですよ。なんか、ね、皆さんもこの例えば家のベッドでもいいんです。病室のベッドでもこう寝てる時にパッて上見た時にこの明かりが上にあったりとか、パッて横見た時にこの明かりがあると、なんかそこで心がちょっと安らぎますよね、ホッとしますよね。そうですよね、うん、例えばそのおじいちゃんばあちゃんが介護せなあかん、はい、それでベッドが介護ベッドが入り、おばあちゃん寝たらすぐ明かりの目に入ってくるわけです。そうか、でそれおかしいんやけど、介護する人はこうやって下見てるから気づかないんですよ、上見えひんから。そういえばおばあちゃんこんなしてたわとか、おじいちゃんまぶし打てたわっていうか、そういえばっていうぐらいの、そのぐらいの感じなんです。なるほど、ね、これから高齢化とか、はい、あるいは僕らがやってる病気の子どもさんたちの、はいはい、ケアとかいうと、はい、明かりがちょっとこういうふうに変化するだけで、多分ものすごく心も変化するんですよね、おそらくね。そうそうそう、だから、でもこれ子どもさんから作れます。子どもさんからもうおじいちゃんおばあちゃんまでみんな作れます。うち最高齢95歳ぐらいして、そうなんですか。下はもう、まあ、やる子やったら年長さんからやります。だからそういうのを橋田さんワークショップでもねやられているので、またぜひね、なんか一緒になんかできることがあれば。そうね、はい、あのなんかね作るためのみんなね、そう構います。あの大人の人は特にね、はい、いやもうアイディアないね。そうなんですよ、そう、僕もすっごい苦手なんですよ。それやったらね、はい、まあ、清水さんともお子さんいるでしょ、はい、お子さんって自由に絵描くでしょ。描きますね。だからその子供さんの描いた絵をお父さんが作ってあげるとか、おじいちゃんが作ってあげるとか。なるほど、分担すればいいんですよ。そっか、ほんで自分たちで作ったものがこうやって明かりが灯って、で結果それがもちろん自分たちの家に来るかも分かんないけれども、もしかしたら2つ作ったうちの1個が病院に行って、みんなの心をホッとさせてるかもしれない。それが分かると、なんかもっともっと作ってみようっていう
気持ちになりますもんね。やっぱりね、誰かのためにってやることってね、結局自分にとってすごい嬉しいことになるんですよ。そっか、ゴールが誰かのためにじゃなくて、誰かのためになったっていうことが自分のためになってるわけですね。自分が想像した以上の反応が返ってくるんですよ。へー、ご褒美ですよ、それは。本当ね、僕も全然知らないことがやっぱりいっぱいあったなって本当思います。こんなの月さん、しゃ、すごい、これは時間かかりますよね。いや、これね、結構生徒さんもよう作るんですよ。え、そうなんですか。ただね、出来上がったものは全部表情違うんですよ。その人の持ってる大きさ感みたいなのあってね、いや、私はもっとこんなんがいいとか、なるほど、いや、こんなんがいい、これちょっと涙をつけたりとか、ちょっと舌出したりとか、ゲロってしたりとか、そうするとね、やってるうちにそれが出てくるんですよ。その人の個性が出てくるんだ、明かりにも。こういうふうに皆さんに、なんか一つずつでもいいので、なんか知ってもらえるきっかけをね、またこう作ることができればいいなと思いますんで、また何かあったらご一緒させていただければと思いますので、はい、ありがとうございます。はい、本当ありがとうございます。どうです、橋田さんの今やってる中の一番向こう、一番向こうっていうか、ゴールには何があるんですかね。いや、もうゴールというかね、普通の家にこういうのがあるのは当たり前。子どもホスピスを利用するときって年のうち何日かですよね。そうですね、家にいる方が多いですよね。圧倒的に自宅が長いです、うんうん、で、要はその家でおるときに日々のストレスは日々解消していった方がいいし、僕は何も考えない時間をどうも使って大事だと思うんですよ。で、あ、なるほど。ストレスってね、余計なこと考えてるんですよ。考えてますね。だからこういうものでこう何も考えないポケーっとする時間を持つ毎日、そういうのができればなんか毎日毎日がちょっと楽しくなる。なるほど。いや、素晴らしい。なんか本当にいい話聞かせてもらいました。はい、ありがとうございました。歩いて行く。